い、皆さんこんにちは、秀志チャンネルでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日は7月23日土曜日、時刻は、夕方の5時48分ですね。今日はですね、本当にバイクに乗るにはふさわしくない格好をしてますが、まあ、見えるかな、サンフレッチェ広島の応援ユニフォームですね。今日は J リーグ、J1 セカンドステージの第5節かな、サンフレッチェ広島対、ヴィッセル神戸の試合が7時から、あります。でそれを見に行こうとしてます。早く出る予定だったんですが、なんだかんだしてたらこの時間になってしまいました。なので今日はちょっと自由席なので、バックスタンドのね、もしかしたらあまりいい席は座れない可能性はあるんですけども、実は今日広島は港のお祭り、花火大会、があったり、あとはね、広島カープの試合もあって、なおかつ今日は黒田投手の200勝がかかった試合だということで、結構そっちにねみんな行くんじゃないかと思ってますので、まあ、相手が神戸っていうこともあるんですけども、サッカーの方はもしかしたらお客さんは少ないかなと、なんとなく想像しています。つまりはいい席に座れるんじゃないかと思ってますが、どうですかね。いや今日調子に乗ってユニフォームのまま来てしまいましたけど、プロテクターなしのジャケットを着てバイクに乗るっていうのは多分ね、これほぼ初めてじゃないかな。なんでなんかすごくそわそわするというか、全然落ち着かないですね。お、5番サンフレッチェの5番がいました。カーブに乗ってます。ん、この赤いバイクなんやろ、かっこいいな。ヤマハ FZ、 FZ400 ってやつですかね。まあ、バイクの好みってね、いろいろだと思うんですけど、僕基本的にネイキッドとか、まあ、ストファイ系が好きなんですね。ただね、このハーフカウルもね結構惹かれるんですよね。あ、かっこいいな。フルカウルはね乗ってる人には申し訳ないんですけど、全然興味がないんですね。あとアメリカンタイプと、まあ、クルーザーってやつですか。でハーフカウルね、なんかね一般的に中途半端でダサいっていうイメージがあると思うんですけど、なんかねそこが僕好きで、まあこのフォーネット全然気に入ってますし、まだまだ乗るつもりではあるんですが、もし乗り換えることがあるとしたら、ハーフカウルも悪くないかなと思ってます。さあ着いたね。ああ、いい時間や。あと45分あるね。はい、到着。うわ結構おるな。よいしょ。はい、お疲れさ。さあ準備していきますか。そういや、今旬なポケモン GO、 なんかね Google のアカウントでユーザー登録するんですけど、なんかいろいろ裏でアクセスしてそうですごく嫌だったんですが、息子がやりたいっていうんで結局インストールしたんですけど、エディオンスタジアムの周りにポケモンがいるかな。お、
オールっぽい？うん、あと探してみよう。はい、ということで、サンフレッチェ広島対ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島の2対0、快勝でしたね。快勝でしたね、実に。もう1点2点取れたかもしれないですけどね。まあでも勝ったのはいいことですね。気持ちがいいのでユニフォームのまま帰ろうか。まだね、今何時？ 9 時過ぎですけど、結構蒸し暑いんですよね。うん、このまま涼んで帰ろう。はい、ということで今日は、J リーグ、セカンドステージの第5節、サンフレッチェ広島対ヴィッセル神戸、を見に行って、見事サンフレッチェ広島が2対0で快勝しましたよという動画でした。ご視聴いただきましてありがとうございました。来る道中にも行ったんですけど、今日ね、あんまり良くないんですけど、半袖 T シャツで乗ってるんですね、バイクに。プロテクション機能がゼロなこんな格好でバイクに乗るとちょっと怖いですね。なんかあったらもうアウトやもんな。なんで、良い子のみんなはこういうのは真似しないように、どうぞよろしくお願いします。